吉住さんは、一茂さん、高島久子さんと番組やってらっしゃる、いつも番組見ています。二人のイメージや面白いエピソードお願いしますってなるんですけど。あ、でも、番組やってからのイメージとやってからのイメージって差はありました？僕ね、久子ちゃんはね、知らなかったんですよ。テレビでは見たことあったけど、うん、でも、なんか、彼女はきっぱりしてんだよね。ほんときっぱりしてて、あと、正義感が強いんだね、あれね。だからそういうところは潔いっていうのかな。キレがいいっていうのかな。そこはやっぱり彼女は好かれるというのかな。まあ、一茂さんは俺と一緒でグダグダだな。じゃあ、正義感がちさ子さんが強いってことは、吉住さんは正義感強くないんですか？俺なんか正義感の塊みたいな人間が単純ってことだからね。正義感が強いとか単純ってことだからね。今、ちさ子さんを褒めてるのか上げてるのかちょっと難しい感じですけども、はい。褒めてる。はい、ありがとうございます。